皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、8月の17日、20時23分、こちらの方の、僕のホームページからアクセスできるようにしておいたんですが、佳子さまが、小児病棟で子どもたちと交流、園児には笑顔で手を振り質問、静岡がんセンターを視察ということなんですけども、以前のその在来線の件の話が気になっていてたのかなとも思いますけども、昨年12月皇居行って、誰にも会えずということで、追い返されるという形で帰り、JR の在来線に乗って帰って、19時ぐらいに静岡駅を通過したんですけども、そこで、静岡県市の、施設が駅がつながってるんですけども、そこで動いてる車両が、19時という、帰宅ラッシュの時間帯なのに1両だけで人に、中に乗ってる人が1人いたかどうかっていう件で静岡県を視察しに行ったのかなと思ったんですが、こちらの方の動画でのその喋ってる音声に関して、普段聞いたことのない佳子ちゃんの声だったので、その正直これ質問させてもらいますけども、こういう声で外から僕に話しかけてきたり、他の者と一緒に話しながら僕に喧嘩売ってきました、からかいました、なんかからかいに来た人の声で似てるなっていうのがあるんですよ。うんっていう声が聞こえてます。で、ホームページ、淡井圭介の履歴の51番、人口のところ、なんですけども、一時停止押してもらって、51番メモしてもらって、51って。で、こういうふうな状況なんですけども、本当の人口、これぐらいだろうなと、これが第二次世界大戦が終わった頃の人口が、これぐらいの人口になってくるんじゃないかなと。で、この辺に、高校野球、今年の2024年の、例えば、東東京大会の高校野球の参加校、約100校ほどですと。で、西東京の方は120校ほどですと。これ大体なんですけども、やっぱりもう他の都道府県、人口は小さいところ、多分、鳥取県12万人ぐらいだろうなっていうところなんですが、もしかしたらもう10万人いないかもしれません。こちら参加している高校の数20校ぐらいしかないんですよ、高校は。もうそしたら10万人下回っていてもおかしくないかなということですね。高校の、これが全ての数ではないにしても、大体のところ野球部ありますから、他の高校を合わせても30、40にはまず届かないんじゃないですか。その通信制とかで、東京都にある高校だとか、そういうところとか利用してる人とかもいるんじゃないですか。あとは徳島県ですね。30校あるかどうかなんですよ。人口18万人ぐらい。この辺の数小さいところ、2024夏の高校野球、参加校っていうことで、例えば大分県だったら大分県のその県の予選組み合わせを見てもらって、高校の数数えてもらった方が早いです、ね。この表を今日先ほど作っていて、総人口、今の国境内3162万人ぐらいだという見込みで出してるんですけども、ここより多分今のこの数字より少ないと思うんですよ、本当の今の人口は。少子化が始まった頃のその人口ではないというところで。で、この表を一人作ってる時に、相談する相手は僕には誰もいない。で、その辺うろついてる人たちとかも、昨日もいたのはいたんですよ。で、今まで声かけても返事してくれる人とかいなかったから、スマートフォンを見っぱなしの、
トラヤアツコっていう昔、そこまで行っていいんかいっていう番組に出ていたアナウンサーのものだったんですけども、今はフリーなのか何なのか僕もよくわからないんですよ。今どうなってるのか。スマートフォン眺めながらこう歩いていて。一応気づいたんですけども、なんかもう時間の経過とともに特にこう声をかける気にもならないですし、声かけたところで何か物事進むのかなぐらい、もうなんか向こうがどうでもいいような気持ちになって、いているからか、まあ、こちらもどうでもいい気持ちにやっぱりなるんだと思うんです。で、まあ、男性も誰も僕と真面目に話しようとする人いないですからね。話し合い。だから先ほどのあのカコちゃんの小児病棟はどうこうっていう動画、まあホームページは淡井圭介の履歴の下の方のところに淡井圭介が、まあ、秋篠宮加古様のことで覚えておかなければならないことだったかな。秋篠宮加古さんの件で淡井圭介が覚えておかなければならないこと、まあまだ番号を振り分けてないんですけども、ああいうふうな、声、普段というかもう今まで多分聞いたことないと思うんです、ああいうふうな声で。腹話術してません、現場で誰かが言ってるとか。この声がカコちゃんの声ですか？なんか全然別人の声にしか聞こえないんですよ。と、あとまあ最後の方、こちらが思ったことは、まあここに来ないんだったら意味がないしっていうことを思って、で、まだ会わない方とか何かそういうふうなことをカコちゃんが個人だし言ってるように、まあ、マスクしてるかわからないんですけども、その腹話術を他の人間が聞いていて、適当にその人間が返答しているのかだとか、いろいろこちらも詮索しますから。で、まあ正直こちらからしたらとぼけられてるような形、電話番号まで僕は公開しているのに、まあこれ社会全体で一体みんなもう何がどうしたいのかって、上から下までもう上から下までというか、下は頑張ってるんですけど、上の方が全然物事全て投げ出してる状態なんだったら、この解決なんかどこにあるんだろうっていうのが素直な気持ちです。今電波でここ来えへんっていう声、カコちゃんの声で聞かされてるんですけども、結局それが本人の意思なんですよね。この動画見てます、自分でちゃんとしっかりと。今頭の中取られてるので多分見てるんだと思うんですけども、結局僕の体の中に入り込んで頭の中を取る習慣があるのかな、何なのかな、かぼちゃんに関してなんですけども、けど、まあこの人口のこと書いてたら誰かとは相談したくはなったりとかしますけども、けどそういう時に限って誰も通らないですね。普通は相談したくなると思うんですよ、まあ、その話が真面目に受け答えできる人がですよ。もうあきこちゃんのあの件はもう正直本当にもうめちゃくちゃ嫌でしたから、携帯電話を取り出された時、ああ通報する気だって、精神病院入院させて隠蔽する気だって、いやしてることが無謀すぎます。すでにだってあきこちゃんが歩いてきた時に刑事課の人間が男性2人乗って、まあ、また黒着てるでしょ。大体悪いことしてる人間黒着ますから、もう昔から警察官の人言われてるんですよ、刑事課の人間だから、制服組の警察官の人とかで、いや僕は黒なんか着ないからとかいう人は結構昔いました。だから精神病院に入れるためにあきこちゃん歩かせました。いや読んでも無視するし、エネルギーの残存問題とか聞いても
結果問題のこと。だから佳子ちゃんがその、まあ、最近の、公開されてる動画、福島県に行ったから、だから8月9日まるで会えなかったみたいな、言い訳のような動画で、まあ、餃子の件も言ってましたけども、七夕みたいな形で、ドーム、もう一番言っちゃダメな言葉、ドーム。ドームで、みんなと仲良くなれますようにって、それ昔僕は、1997年、8年、まあ、皇室の人たちに向けて、言った言葉であって、それはもう佳子ちゃんたちにも言ったことであって、まあ、どちらかというと、秋篠宮家や、まあ、今の天皇陛下だとか、皇后陛下だとか、そういうふうな範囲内で、言った言葉であって、実はね、1998年、その当時、現在、三笠宮家の、もうお亡くなりになられているとは思うんですけど、男性の方で、当時からもう車椅子で、まあ、フルーツがパークに来られていて、まあ、ある程度、まだ、はきはき喋られて、はきはきとまではいかないんですけども、まあ、ちゃんと喋る方で、将来、自分の家系のものが、君を怒らすことになってるっていうようなことを、おっしゃってまして、で、我々から見ても君が怒るっていうことは、相当なことであると、思うっていうことを、言ってくれていて、その時は許してあげてほしいとか、まあそういうことをおっしゃって。られて、まあ、それからお亡くなりになられてるんですが、まあ、この間の8月9日の件の未来からの情報を、あの方は、受け止められていたと。で、それをおっしゃっていたと。まあ、この件、文仁様も、その当時ご存知だったかもしれないし、もう、まあ、もう覚えてないといえば覚えてない。いいのが普通の、まあ、26年も前の話ですから。いや、もう27年ですね。それぐらい前ですね。8月9日で47になりましたから。だから、まあ、全体的に見ても、まあ、これ、他の、まあ、淡井圭介の関係者の方たちへ向けてっていうようなことで、まあ、述べてますけど、まあ、途方に暮れてるっていうのは僕の、明快な答えであって、で、そこから先の答えなんか何もないんですよ。だって僕はもう決めようがないですから。いや、だってもう何回も皇居行ったりして追い返されてますから、その各テレビ局もそうだし。で、まこちゃんのあの件は絶対ダメ。ホテルに宿泊させるっていうの。あれもう絶対ダメ。ホテルにどんな人間いるかわからないから。僕の立場を先理解しておかなければならない。それ、ホテル先にチェックして、中からチェーンロックかけて、絶対に外から開けられないような、客室じゃなかったら宿泊できない。今までフルーツアパークでそれやられてましたもの。宿直室で、なぜかドアに、鍵がしっかりとついてなくて、鍵がついていてもだったのかな、まあ、昼間、休憩時間中に中抜けで、昼寝しに行っていて、その間に目覚ましたら、目の前に知らない女性が座っていると。まあ、そういうふうな怖い現象とかありましたし、もっとひどい件は、フルーツ・ラパーク内で、小林麻衣アナウンサーが、当時はまだアナウンサーじゃないですよ。大学生だったと思います。か、高校生だったと思います。部屋の中から飛び出してきて、どうして助けてくれないんですかとか、わけわかんないこと言ってるんですよ。で、その件も今、その以前も説明したと思うんですけども、いろいろ思い出すと、僕となんか受け答えをして、客室へ行くだの、行かないだのっていうような話があって、僕に鍵を渡しに来た人がいたんですよ。で、自分で見に行くだの、見に行かないだの。で、多分そこの部屋に入り込んでいたのは島田紳助だと思うんですけども、
だからそこで上半身脱がされていて、だからそれとはまた小林麻也とは別の別件で、もう多分本当にレイプ事件とかフルーツラパークであったと思うんですよ。っていうのはドアぶち破って突入してる時があったんですよ。でそこの客室は10年経過してもそのぶち破った時のドアのままに置いているっていう状態だったんです。それが、まあ、2007年8年フルーツラパーク再び働きに行った時に確認した時のホテルの部屋の状況だったんですよ。そういうことがあるから不用意にホテルとかに僕を泊めちゃダメです。だから考え方とかで僕がどれだけ今まで狙われていたかっていうことを大真面目に考えてほしいんです。でその対応の甘さっていうものがすごく対応能力が低すぎて正直稚拙だと思います。で真面目にその話を終えてくれてるのかなどうかなっていうことなんですよ。結局のところはだから僕神戸大学附属病院で僕その路上でね有馬警察署のすぐ隣にあるオートバックスのと近くのところで、両顎を割られて、で神戸大学附属病院に搬送されてオペが終わった、その後集中治療室で目覚ました時に強制わいせつやられてるんですよ。もう両顎を割られてる状態だったら抵抗なんかできないわけじゃないですか。ましてやオペの後なんかもう上半身をベッドから起こすことすらできなかったんですから、そういうむちゃくちゃなことが起きてるっていうことをまこちゃんたちその理解できてますかっていうことなんですよ。で自分たちの住んだ首都っていうところがどれぐらいめちゃくちゃだったところかっていうことをしっかりと本当に子供の頃から紀子様とか文人様が教えていたかどうかなんですよ。もうエロ業界の総本山絶対東京都ですから、あと右翼団体とかどうでもいい奴らいっぱいいたでしょ。もうそれ言っただけでね、ここの法令線が深くなったでしょ。もう変なんですよ、菊の紋つけてる時点で天皇家のね証なんですから。けど警察官が直接取り締まってるところの映像がなかなかなかったりだとか、右翼団体を、もう昔あれこれ言ってやっと取り締まったりだとか、そんな程度でしたから、率先性はあんまりなかなかなかったっていうのは残念なところなんですけども、だから僕からしたら狙われるっていうところの心当たりが多すぎるんですよ。だからエロ業界と同性右翼団体はつながってたでしょうから、でああいうふうな存在が野放しにされていたっていうのも事実でしたし、すぐに警察官が、捕まえに行ったらいいのに、そういうこと電波の世界があるんだから、なぜすぐに居場所とか分かるんだから、本当は分かるはずなのに、それを、警察官にすぐ伝えるようなシステムがなかったんだっていうことになるんですよ。っていうことは水面下でどこかで上の方で国会議員とかのレベルとかでほったらかしにしてた連中とかいたんでしょっていうことになるんですよ、党として。だから自民党、昔のですよ、今の自民党はどうかは知りませんよ。散々僕は言いましたし、大体僕と会った人が、総理になったりしてますから。でも本当我慢の限界来てる時、一回神戸地方裁判所の近くのところで凱旋車両を見かけて、もう本当中から引きずり出したろうかなって思ったことあったんですよ。もうこっちのことごちゃ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 言ってきたから。まあもうこういう、いやだからもう僕ね、もうこういうふうな、もう47歳だし、もういつまでもこんなバカバカしい世の中に付き合ってられないなっていう気持ちの方が大きいですから、なあまあ裁判云々とかでも物事何も進まないんだったら、どこかにもう身を隠すみたいな方向性しかないんじゃないかなっていうことですね。だからもうエネルギーの存在問題、もうこれはもう誰もが協力してくれなかったこうなった結果ですから、毎回一から振り出しに話戻ってるんですよ。それを今更僕のせいにされてもっていうところですね。なんかまた飛びついてきて、もういいから、もう僕
に取り付かなくていいかも。お通しだけ。その取り付く方もやめた方がいい、全員。はあ、ということです。まあ、先ほどの、園児、小児病棟って書かれてましたけども、あれ普通の幼稚園でしょ。それはもう小児病棟扱いされてる。で、かこちゃんのいつもの声じゃない声で喋ってる声が、絡んできてた人間の声に似ている。音声を変えられてるのかな、なのか、あと、かこちゃんもとぼけてる。まだ会わないとか言ってる映像。それはかこちゃんの方でしょ？ここに来ないんだから。で、かたや、その、昔の思い出でね、みんなと、仲良く過ごせますようにっていう言葉を送りましたと。天皇家の人たちに。かたや誰が私のことを助けてくれたんですかっていうことなんですよ。逆に僕のことを精神病院に入院させて全てを隠蔽しようとしてたわけじゃないですか。だからそれが、だからもともと政府上層部が、そのエロ業界と深く癒着していた1956年に売春防止法が出来上がったわけですから。で、そこと、要するに僕はやり合ってたわけじゃないですか。もう文章を読んでもらったらわかるだけでも、ほとんど神戸市内だけで、10店舗以上僕の方から潰してますから、レンタルショップとか。だから、だいぶ、敵視されたりしてる部分とかはあるでしょうし、そのエロ業界自体が、日本国内だけでまとまってるんじゃなくて、昔の併合時代があったから、そのエロ業界同士で、朝鮮半島とか台湾だとか中国とかと、またフィリピンだとか、つながりを持ってる連中とかがいてと。だそういうややこしい状況の中で日々戦わせされてみたいな形が一部あるわけじゃないですか。かたや一部僕を中心にワンピースというアニメとか作られていたりだとか、新海誠監督が、君の名を作ったりだとか、天気の子を作ったりだとか、スズメの涙を作ったりだとか、僕のことを、かなり意識して、まあ、ガンダム関係の作品もそうですけども、作ってくれている人たちもいらっしゃると。かたやそういう人たちも自分の身分を明かして、淡江さんのこういうふうな事情を知りましたとか、そういうふうな声をかけて僕と話し合ってくれた人って、もう何十年もいないんですよ。全然まるっきり。だからどう思われてるかは僕からしては全くわからないんですよ。僕のことが。僕がどう思われてるか。だから、もう訳がわからないとしか言えないですね。だから、かこちゃんのしてることも客観的に冷静に見てみると、何かこうずっととぼけてるような様子にも見えるし、もっと思い出すと2007年から8年フルーツラパーク勤務してた時にバーベキューコーナーで働きに来てきたりしたわけじゃないですか。まあ、そのトライアルウィークか何かそういうような形で、その頃中学生ぐらいだったと思うんですけども。だからその時にも仲良くしてましたし、もともと僕の家でも料理を食べたり、僕の手料理を食べたり仲良くしていたっていうことがあって、まあここから岡場駅の区間で、まあ横に並びながら、まあいろいろ話し込んだりだとか、まあ家の玄関ぐらいまでは二十歳過ぎぐらいの頃にかこちゃん家の中に入り込んできたことがあったと思うんですけども、その時会話した内容とか覚えてないんですよ、内容。だからだからどういう、だから、とぼけられるほど、とぼけられるほど、世間体っていうことになってくるんですよ。だからそこには、だから、真実がないですし、
どちらかというと嫌気がさしてることの方が多い。その佳子ちゃんのことを嫌気がさしてるんじゃなくて、佳子ちゃんと結婚できたらそれは嬉しい。だけども、それが真実の愛であれば。だけども、その、ずっとこの状態を続けられて、その、いろんなやつに絡まれてっていう、この環境下で生きていくことに、僕は途方に暮れてるんですよ。何十年も前からね。で、そこで手を差し伸べてくれた人って、誰もいないんですよ。天皇家の方たち含めて。それどころか追い返されてるから、だから、それとあと、その一番、その謎なのは、2019年の11月30日、あの、ホテルに私がお金を、私たちがお金を出しとくからっていうことで、ホテルに宿泊させようとしていた。で、その、まこちゃんはその時、テレビ朝日の、その、社員の格好をして、働いていたわけじゃないですか。だから私たちのお金って、自分のポケットマネーのことなのか、天皇家としてのお金なのか、それともテレビ朝日としてのお金なのか。テレビ朝日としてのお金だったら、これは非常に危険であると。テレビ局は今まで、エロ業界関係の人間を散々テレビで起用していて、仕事中とかどんなこと会話してるかもう僕知ってるから。片っ端から、げんこつ落としていったら早いような連中の方が多かったから、もともと。特にドラマ関係。いやだから最悪そこで止まっていたら一番最悪なパターンですよ。まこちゃんの勧めでしょ。でまこちゃんは別にそんな気がなかったとしてもそこで僕が、再び強制わいせつとか犯されるみたいな形になる可能性あったわけなんですよね。でじゃあそれがもし事態が発生したらどうなるかって言ったらまこちゃんに勧められて、僕は、犯されたらリープされたみたいな形になるわけですよ。あのテレビ局云々関係のアナウンサー云々関係で結婚話をした云々とかそんな件とかじゃなくてもうすでに1997年8年とかでフルーツラパークでもね、全然知らん女性2名に左手と右腕両方から引っ張られて両方もう肩抜けそうなぐらい痛くてもうそれを止めに来てくれた警察官の人がいて、事なきを得たんですけども、全身の筋力を使った方が一本の腕に対して、絶対全身の筋肉使った方が力強いですから、足腰プラス、両足の筋肉プラス背中、胸の筋肉や両腕の筋肉、背筋、そういったもので引っ張られた方が綱引きみたいに、もう肩どんなことになるかわかるでしょう。じゃあそのレイプされる方向に持っていったのはまこちゃんっていう形にされていた可能性がある、まあ、そこがまたやって男の声で聞こえてきてるんですけど罹患の刑、まあ、僕と天皇家の人間を戦わせようとしていたやつらがいたかもしれないしその資料その僕は聞いてたのはその東京行った時に皇居とか行った時にちゃんと止めてくれるって聞いてたんですよ。テレビに向かって言う、聞く、方法で、国会議員の女性からですよ。深夜っていう声とか聞こえてきたんですけど、もう全員そうでしょ、今の話聞いたら。なんでホテルなのって。警備体制絶対、皇居とか、赤坂御所の方が、絶対警備体制上じゃないですか。どんなことになるかわからない。だからまあ自分で30歳ぐらいの頃、東京の各テレビ局とかいろんなところを、今まで結婚話したことのある人間のところを、応募を尋ね回って、まあ追い返されたっていうことがあるんですけど、その時に東京で宿泊した、まあ安いホテルがあるんですけども、そこでも何回も夜中から明け方にかけて起こしに来る連中多数。今考えたらそれが、本当に全部が全部人間だったのか電波なのかわからないですけども、常に攻撃されてるんですよ。東京行く前まではそんなことなかったんですよ。
この内容を、しっかりと考慮をしていただきたい。まあ、あとはまあ一応今回の動画はカポちゃんとか、まあ、皇室の方たちとか、国会議員の方たちとかマスコミの人たちとか淡井圭介の関係者の人たちっていう形でメッセージ発信させておいていただきますけども、人口のこととか、考えたらすごく悩みますし、誰かとまあ喋りたいだとか、ちょっと相談したいっていうのはこれはあるんですよ。だけど相談相手もいない、一人でずっと悩んでいる。で、まあ、精神病院の時も誰も助けてくれませんでしたし、自民党の人たちもね。あんなの知事の一声で簡単に出せるんですよ。兵庫県知事伊藤さんだったでしょ。で、伊藤さん僕と会ってから知事になっといて、結局それでしょ。で、国会議員の人たちも伊藤さんに連絡しなかったでしょ。伊藤さんがまずテレビに出てくることってまずないですから、病院内にいた時テレビに向かって言う方法とかでね、伝えることができない。まあ、国会議員の人はすぐに知事に連絡しなきゃならない。ああ、伊藤さんすぐ出しなさいって。まあ、もう全部してしまった後なんですよ、自民党の場合は。全自民党議員の人が僕に対してそういうふうにしようと思ってたわけじゃないっていうのは分かりますけども、けど僕は強制わいせつされた時も甘利さん笑ってたんですよ。女性議員か女性のマスコミか誰かが触られましたって笑いながら言っていて、僕の件のことそれ聞いて、まあジュース飲もうとしていた時にブーって吹き出しそうになって笑ってるんですよ。だからその年代の人とかってあんまり信じれるような年代じゃないんですよ、はっきり言って。若い我々から見たら1956年売春防止法が出来上がる前までがどれだけむちゃくちゃだった世界だったかっていうことはよく分かってますから。で、そこから生まれてきた世代の全世代ですよ。もうテレビの放送からしてその頃もどうせ全部むちゃくちゃだったはずですから。で、全員が感覚はもうめちゃくちゃな人間ばっかりだったんですよ。昔の漫画ってめちゃくちゃな内容結構多かったですから。あんまり僕はもう自分より年上の年齢の人をそう信じれるかって言ったら、そこは各個人個人でどういう人なのかっていうところで、ちゃんと本音で話をしたりだとか、どういうふうな名前でよそで働いていただとか、そういうふうなことをしっかりと言ってくれる人だったらいいですけども、それすらも言わない人だったらやっぱりもう信じることできないですね。絶対もう何か知る人ですから、特に議員としてだったら。なぜ何十年もキャバクラとか性風俗とかね、ありっぱなしだったんだから。東京都も大阪も神戸も一時期あったはずですよ。今はもうないとは思うんですけど、今はまあ裁判官の人の声なんですけどしっていう声が聞こえてきたんですけども、まあそれはコンピューターのシステムによる電波でしって言ってきてるだけで、人間が直接言ってるわけじゃないですから、だからそれは真に受けるわけにはいかない。このこういうことはちゃんとしっかりと言って、そういうところ残ってるんだったら叩き潰さなきゃならない。で、そう中心的に動いてきた僕に政府から何の報酬もないっていうことは、これはどういうことなんだと。これは事実としてあります。これはおかしいと。一番危険なね、役に担わせといて、もうはっきり言って盾みたいにされてたわけじゃないですか。一時期テレビ局なんか僕の名前をね、あちこちで出して、言いたい方で言ってたんですから。で、あっちこっちで絡まれると。ちょっと、かこちゃんの方も大変かもしれませんけども、一旦何回か一時停止をして、淡井さんにどんなことがあったかっていうことをメモして、箇条書きでいいから、短い、略した文章でそれを覚えておいてもらって、もし我々がどういうふうな判断をしたら彼はどうなるんだろうとか、そういうふうな観点でフミート様とか見ていただけたらなと思います。
ちょっと今おかしいですね。かなりおかしいですね。いつもあの、現在天皇陛下の名前を言えていたのに、もう頭からそれがなくなってるんですよ。昭仁様の名前を覚えてるんですよ。平成の天皇陛下の。いつもは違うんですよ。あ、成人様。成人様の方を、成人様と雅子様とフルーツラパークで、まあ、1時間ぐらい喋ってたわけじゃないですか、個室で。で、その昼食の料理を出しながら、まあ、1時間ほどいろいろ話し合ってたわけじゃないですか。だから、普通、成人様たちの方の名前と、あと、ここの自宅に遊びに来た、カコちゃんだとか、あとフルーツラーパークでも、まあ、マコちゃんとカコちゃん、ご幼少の頃をフルーツラーパーク内を散歩したりだとか、だから秋篠宮家の人たちとか、成人様とか雅子様の名前をこう頭の中に残っておくのが普通だったんですけど、さっきもう途中であの天皇陛下っていう言い方してたじゃないですか。もうちょっと15分ぐらい前のところで名前が出てこなかったんですよ、成人様の。何らかの仕掛けは多分コンピューターでこう電波でのやられてる。まあ、そこの辺が何かあるんでしょうね。まあ、こういう現象がありますから、せっかく会いに来た時のことを絶対無駄にしていただきたくないんですよ。もうエネルギーの残存の問題も本当に26年間全然解決してこなかったのは、もう皆さんも分かったでしょ。もうみんな他人事なんですよ。誰かに任せておいたらいいやっていう感覚で。もうこれが本当の話だから。まあ僕は自民党に関しては小泉進次を推してたんですよ。彼を。まあ立憲民主党の方は泉さんとか、まあ、まだほどほどの年齢の方ですから、自分が行ってる間にその石油とかガスの輸入が止まる可能性がある。っていうのがあるから、今すぐになんとかしなきゃなんないになるんですよ。だけど、老人の人たちはそうはならないから、なおもうずっとほったらかしになる。知事、まあ、知事でも、まあまあまあ、以前も言ってた内容だからもう覚えてると思いますけど、70歳以上の知事とかね、もういらないですから、日本全国も結構いますから、話にならないですよ。対処能力なんかどうせ大しないですから。気合とか根性とかそういうふうな部分でも誠実さとか責任感とか、ということで、そういうふうも含めて、たまに僕の動画、そういう相談事っていうのを、覚えておいてもらったらなと思います。それ本当にけなしてるだけじゃなくて、そのまあ、けなす分をちょっと残しておかなかったらエネルギーの残存の問題あるから、本当にそれ個室の人にやられたら困るんですよ。この国会議員の人間が海外旅行をしちゃうでしょ、税金使って。で、現地で遊んでるところをね、もうバレてるんですから。で、国会議員辞めさせられてる議員なんかいっぱい出てきてるわけじゃないですか。もしくは一旦議員辞職だとか、一旦謹慎処分だとか。でもそこからしたらもうあとは公務員とかですよ。で、大企業関係の人間とかが法律とかよく分かってない人間は今度やらかすっていう。で、旅行会社たかがプロ野球の試合を見るだけの旅行のツアーを組んだりだとか。もうそんなものテレビで見てりゃいいからっていう。アメリカまで大リーグ見に行かなくても、エネルギーの残存の問題、本当にみんなの命の方が大事。どこの国もこんな状態ですよ。もう本当に他人事、全員がほぼもう確実に9割以上の人は他人事以前の前にエネルギーの残存の問題を知らない。本当の人口を知らない。店の出し方見てたらよくわかりますから、ほら変からって。もう何店舗出そうもすぐ潰れてるでしょって。なのになぜ店を出すのって。この辺とかもそうだし、もうもっと人口密集地帯とかそうだし、東京だってそうでしょ。
ということで、聞いていてちょっと嫌な気分になるかもしれませんけども、まあ、こういうふうなことをしっかりと伝えなかったら、相手もどういうふうな状況か分かってないでしょうから、まあ、かこちゃんのその変な方法、それは本当にやめといた方がいい。それ、だから何回も言うけども、テレビ局とかが不倫とかをしたくて使用し始めた、エロ業界の方法だから、多分電波で、コンピューター使って人間同士を合わせるって、今やっとごめんっていう声が聞こえてきたんだけども、普通、誠実だったらごめんなさいとか、そういう真面目な言葉。だからごめんっていう言葉だとするのであれば、上から目線で淡井圭介のことを見下している状態。もし、かこちゃんが心の声とか自分の言葉を発してそれを伝えていなくて、コンピューターが言ってきてるんだったとしたら、それは利他の芸。争わせようとしている。絶対そうなるじゃない。そういうふうな声聞かされたら、こういうふうな話をしてるときに、大真面目な話してるときに。毎日が日々、しんどいというか、ここ近日はもう特にしんどかったですね。本当に嫌なことがずっと続いてる中で、また家の横通られたのかと。もうそれまたコンピューターが電波ずっと仕掛けてくるし、変な奴らが絡んでくるし、もう本当にもう髪の毛染めたあきこちゃんとか、あやこっていう人ももう僕と関わるの禁止だから、これこっちで決めれるから、法律で。もう分からんから、素性が、得体が。もうエロ業界で深く癒着して組んでて金回し合ってる可能性もあるから、それしっかりと身の潔白は証明できたら僕も普通に話できるんだけども、もう僕怖いから、君たちのしてることが権力まで使って刑事課の中に変な人間を引き込んで、もう黒着てる奴らなんか全員やめさせちゃえねん。これが真面目な公務員の作り方やって、もうこれ僕は20歳ぐらいの頃からブルースラバークで言ってたんですよ。で、多くの人が、真面目側の人たちが、昔の山口組の取り締まりだとか、そういう精神病院の精神の生産されなくなる薬だとか、そういうのを作ってるところが悪いっていうことで、もう芋づる式に、まあやっぱり三井かと。旧三大財閥の一角のって。三井住友三菱。けども、他にもまだ財閥あった。富士グループ。富士重工、富士フィルム、富士薬品。産経新聞。富士重工。富士重工言いましたっけ？富士フィルム、富士重工、富士製薬、富士テレビ、産経新聞。だから情報からいろんなところが揃ってるから、情報、まあ、ただ嘘の情報多いですけども、それ聞いてどうせ自社の人間がわけわからんようになってるんですから。大日本中の製薬会社のやつらを完膚なきなきまで叩きのめすまで、一体どれくらいいつまで時間かけてるのって、公務員の人たち高い給料もらってっていうのが実際のところ僕の本音ですね。だから昔、だから僕は中学生ぐらいの頃に、田岡号電、三井製薬所、もう精神を生産されなくなる薬とかを使用してたっていうのが発覚して取り締まられて、でテレビでそれをちゃんと公表してないんですよ、その内容で。暴力団山内組とかそういうような話で、もうそのまま全部本当のことだけ言えばいいんですよ。どうせ国会議員とかの天下りで上辿っていったら、もうね、大臣とか元総理だとか、そういう家系の人間だとか、もうこういう話になってくるんですから。コロナウイルスについても、どこの誰が作ったとか、そういうような正式なニュースも放送されてないし、もう今のままだったら、もう誰も解決しようとしないんだったら、世の中荒れ果てていくだけで、それはもう僕一人でどうこうできるわけじゃないですから、まあもう、そんなにもうみんなとぼけるんだったら、の気持ちになりますね。さっきかこちゃんのね、小児病棟がどうこうっていう。園児のところ行って、なんか、旗振らせてる。もう旗振らせなくていいから、無駄にゴミが増えるだけ。
まあ、なぜそれが公務なのか僕も全然わかんないんですよ。とエネルギーの残存量問題と向き合わないで、うん、河川の撮影行ったりして頑張ってるんだったらわかるんですけども、いやもう今ちょっと深いため息です。以上です。